はい、皆さんこんにちは、モロトフです。今回プレイするのはキャッスルウッドワーフというゲームになります。これはね、いわゆるタワーディフェンスゲームですね。非常にカジュアルなゲームなんですけども、なかなかね、コロニーシム的な要素も入っていて面白そうですね。守るべきはドラゴンの卵ということで、何やら不思議なんですけども、早速やっていきましょうかね。ニューゲームです。はい、ということで、ドラゴンエッグを守れということで、我々が急遽ね、テントをここにバンと張って召喚されるわけでしょうか。そうだね。はい、職業は3つあるんだね。1つは木こり、もう1つは、釣り人、そして収集者っていうのかな、ギャザラーがおります。あとは木っていうのもね、選択肢としてあると。木こりからはいわゆるコインがゲットできて、釣り人からは食料がゲットできるといったことかな。うん。多分このゲームの醍醐味としては、その、食料がね、枯渇しないように頑張るのと、ドラゴンがね、殺されないように頑張るといったところだと思いますね。うん。食料はここです。今90とかね、刻々と減ってってるんだけど、結局ね、ドワーフの数が増えれば増えるほど、これがね、減りが激しくなるといったとこだと思いますね。これ超要注意だと思いますね。とはいえども、いろんなことをまんべんなくアップグレードするのが、このゲームのコツなんじゃないのかなと。ちょっとしかやってないですけど、思うわけですね。はい。面白いよね、このグラフィックも。なんかファンタジーチックな、非常に星が流れてんのかな、のほほんとした感じがありますけど。はいはい。でね、のほほんとした感じがあるんだけど、のほほんとやってると大変なことになるんですよ。っていうのはね、右下にこのね、数がどんどん減ってると思うんですけど、これがゼロになったらば、魔物がこのドラゴンエッグを襲いに来るんですね。現状ドラゴンエッグはね、非常に無防備なんです。何もやることがないので、この体力は今100あるんですけども、これがゼロになったら、我々も死ぬということですね。だから、なんとかドラゴンエッグをね、アップグレードすると。アップグレードエッグっていうのがあるんですけども、そうするとなぜかエッグが攻撃ちょっとできるようになるんですよ。なので、コインを50、ゲットする必要があるのかなと思いますけども。どうなんでしょうか。はい。15ゲット。効率悪いね、なかなか。で、人もね、増やすこともできるし、人もアップグレードできて、現在はギャザラーは同時に3つのものをね、持つことができますよ。そしてフィッシャーは、一度にね、3匹の魚を釣ることができますよと。一回のね、この釣りでね。そういうことだと思います。で、ウッドカッターは多分2個の木がゲットできるんだと思いますけど。じゃあ、あんまり時間もないから、ギャザラー増やそうかな。どうなんだろう。フィッシャー増やしてみようか。うん、食料がどんどん足りなくなってるのは明らかなんだよね。だけど、フィッシャーバンバン増やしても、ギャザラーがね、問題のギャザラーがちゃんと収集してくれないと何の意味もないんで、ここら辺難しいよね。おっと、右下に、何やら、ドラゴンじゃないや、骸骨マークが、これはもうそろそろだぞと、半分切ったぞと言ったことだと思いますね。わー、さすがにいっぱい。で、定期的にこの卵出てくるんですけど、これ何かっていうと、キャラクターのね、グラフィックが変わるアンロックが、あるようで、それがね、100超えると新たなね、キャラクターグラフィック選べるよって言ったことだと思いますね。ギャザラーを増やそう。これで多分、食料もっと取れると思う。ね、取った。んで、ほいほい。木こりも、いっぱいやればいいかな。そうだね。あとは、そうだ、これだ。続いてこれやろう。今お金はゼロか。50貯めなきゃ今から。頑張って。基本的にみんなね、何もなければこの1往復して帰るみたいだね。この間に何か物が落ちていれば、そのキャパはね、ある限りゲットしてくると言ったことだと思いますね。うん。はい。で、このエッグは私がカーソルを合わせると消えるみたいな感じだね。よいしょよいしょ。うん、いっぱい。
さあ収入増えるといいなと思うんだけど、15か。なかなか増えないし、食料ちょっと減ってるし。おいしょっと。さあ魚も取って木も取って。木こりが少ないんだよな。よいしょ、サクサク取るけど。6だね。結構このゲームのんびり系ですね。たまにこういうゲームやりたくなるんですけどね。皆さんどうでしょうか。私は本当に1ヶ月に1回とかこういう何も考えない、まあ実際考えてんだけど、単調なねゲーム好きですね、時々は。はい、15、あと5だね。あと5ゲットしたいけど難しいな。この人ゲットできるかな、ここまで行くからね。とはいえども30、29、ああ時間がないぞ。頑張れ頑張れ。ギリギリこの人間に合うからなんとか。ドラゴンよし、助かるけども、ドラゴンも食料をね、食べるんですよ。こっから多分食料めちゃくちゃ減ってくんで、これ考えていかないと大変なことになるから、増やそうかな人。お、来た。多分ね、アップグレードするのが食料対策としてはいいんだけど、即効性があるのは人を増やすことだと思うね。はい、卵はなぜか攻撃をして倒していってますね。よしよしよし。あー、お金がなかなかゲットできてない。きつい。このターンはいけるね。守り通せそうだけど、はい、守り通した。まあこんな感じのゲームですね。よしよしよし。もっと人を増やすか。頑張ろう。ギャザラーよりも多分フィッシャーマンかな。木こりも増やしたいな。木こり増やせればいいのかな。いやー、食料めちゃくちゃ減るよね、そしたら。フィッシャーマンかな。ギャザラーにしよう。こんだけあるもんね。さあ食料がガンガン減ってますよ。危ないよ。はい、持ち帰ったと。次フィッシャーマン増やそう。さあ頑張ろうね。トントントンと。次キコリ増やしたよね、そしたらね。わあ、フィッシャーマン足りない。よしよしよし。食料が取った。15。よし。フィッシャーマン投入。これでめちゃくちゃ取ってくると思うよ。おいしょ、ゲット。はい、魚ゲット。はい、卵ゲット。わあ、19。やばいね。よいしょよいしょ。あれ、フィッシャーマン、そうだよね。3人いるよね。さあ、取って。ギャザラー。よいしょ。キコリ。2回アタック。よいしょ。よいしょっと。よしよし。食料ちょっと増えたよね。増えたね。取った。4。微妙に。どうなんだろう。木、増やす。いや。ああ、もう。ここの選択はどうだったんだろう。よし。さらに太くした。まあ、収入に関わるか。ああ、ダメだ。食料減りが激しくなったな。これは NG かな。ゲームオーバーになりそうだな。大丈夫かな。4、3、7。うわ、ビビたるもん。5。3、2。すごい綱渡ってるよ、これは。そうだよね。あっと、次の、ね、ウェーブが来ましたね。音がしない。あ、食料なんで終わりました。はい。今回はここまでにしようと思います。どうでしょうかね。ちなみにこのゲームなんですけども、フリーで、すでにこのゲームのね、2、続編が出てますね。興味がある方いらっしゃったらぜひチェックしてみてください。またね、このゲーム自体の続きは見たいっていう方いらっしゃったらぜひいいねお願いいたします。そしてね、チャンネル登録もお願いいたします。またね、ツイッターで情報も発信してますので、そちらも興味があればチェックしてみてください。
それでは。